ヘイラクレースとアンタイオス。エウフロニオスの紀元前515年510年頃の作品、ルーブル美術館所蔵、同情。アンタイオスとはギリシア神話に登場する高戦的な巨人である。ラテン語ではアンタエオス。渡積高セイドーンの息子、あるいは大地の女神ガヤの息子であり、娘アルケイスの父、英雄ヘイラクレースによって倒された。 アンタイオスは、リビアに住んでいて、屈強そうな旅人に戦いを挑んでは、相手を殺していた。そして、殺した相手から奪った宝物や相手のサレコーベを、ポセイドオンの神殿に飾っていた。ヘイラクレースは、黄金のリンゴを求めて、旅をしていたとき、あるいはゲイリオンの牛を求めて、旅をしていたときに、リビアを通り、アンタイオスに挑戦された。 サシモのヘラクレスも何度倒しても無限に復活する、能力と無限に強まる力に苦戦をする。しかし大地に足がついていなければ発揮しない弱点に気づき、アンタイオースはヘイラクレースに持ち上げられ、締め殺されてしまった。ローマの歴史家がビニウスによると、リビュアのリュンクス資金港にアンタイオースの墓と六十ペーキュスもの巨大なアンタイオースの遺骨があった。ありがとうございます。